会場っていつもどうやって押さえてるんですか？会場？名前はいつも何で予約してるんですか？名前は。掃除はどうしてるの？終わった後の。一番何が大変でした？片付けで。どうやって人集めてるの？だから妄想感傷大少年で愛を抱いて理想を叫んだ行き場のない愚者のメロディ。それではね、行きましょうか。はい。誰だよな、おい。最高じゃないですか。キモデスゲームの支配者やん。私ですか。私はこのゲームの支配人だ。ずっとクルーだな。君たちには、またクルーゲームをしてもらおう。もうタスク終わらせよ。ああ。で、ジップラインをずっと登る、そういったゲームだ。ジップラインをずっと登る。ああ。ただし、わかりました。運が悪いと。取れた。ジップライン。マシュマロ焼くぞ。上手に焼きました。マシュマロを食べよう。話聞いてないじゃないですか。マシュマロを食べよう。マシュマロの方。ありがとうね。ヤンミさんいつも応援してます。あ、ちょ、僕はやってない。はい、頑張りすぎて体調が心配です。あ、嬉しい。で、マシュマロ届いてる。あ、ほんと焼いとくね。熱い。危ない。あー、すまない。大丈夫か。すみません。あ、伊豆さんが。だー、マジいたけど。これ伊豆さんか。死んでる。マシュマロだ。あー、ポンユイ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 だ。多分ね、ポンユイだね。なんでだろう、多分僕弾いたんですけど、賢者で真左に帰ったんで、左から来て真左に帰ってたんで、それで2回取ってんのかもしれない。それは多分ないよね。左から来てるんだったら左上か上か左下か下かな。あ、本当。なんで2回死んでるのがこんないっぱいいるんだろうと思って。多分ラバーズじゃないですか。ラバーズじゃない。本当にあのバーベキュー会場に向けて撃ってきてるんで。ねえ。うん。誰だ。あそこから一番最初に左に逃げたのは。ポンズ野郎。確かに死んでますよ。でも死んでる。そうなんだよ。そうなんだよ。闇は違います。闇さん違う。闇さんも違う。ナツピヨンさんも違います。ドクトバブルは今研究室にいますね。なぜ私を違うと言わないんだ。瀬戸さんは違う。確かに違う。うん、ハッチャーさん違うよ。ハッチャー違うんだ。そうだよな。うん、いた会場にいたから。ちょっとさんも違う。え？なんかちっちゃい声で。瀬戸さんも違うんだ。瀬戸さんも違うよ。どれだ？ああ、そうなんだ。今誰の情報だった？誰だ？で誰かが出してますね、白。うん。え、誰といたの？瀬戸さんも違う。ああ、ありがとう。誰の？なんかすがし顔的に弾かれてるんだ。ありがとうね。すがし顔。名乗ってほしいね、その人。うん。あと浮いてる人います、うん、いないんだ。じゃあおい、おしおん、お前波動砲を打ってる時いたやろ。俺これは私の推測だが、あ、そうか。ポンズ野郎を波動砲と置いた場合、うん、ラーバーズを打って死んでる。これはどうだ。あ、そういうこと。ああ、それ濃厚じゃないか。それだったらめちゃくちゃおもろいな。めっちゃしっくりくるけどね。かなりしっくりくる。マブケさん。なんか歌って。なんか歌って。なんだお前の動き、挙動不審すぎるぞお前。なんだその動き、おい。おい、ジジイ怪しすぎるぞ、一言も喋んねえし。クソガキが。おい、かいよすぎるだろ。うん、おしおんは賢者か。なるほどなるほど、こりゃいい。挙動不審じじい怪しいってやれ。おい、お前怪しいな。生徒席見てみろ。これか。これはなんだ。とても悪い気分をしてる。悪いことをしてる気分だ。148だ。いるか、久々に。おしおんは賢者みたいだ。失礼します。
私は味方だ。君なんかもうちょっとおもろい感じにお願いしたいんですけど、あのあこんにちは、どうもよろしくお願いします。ああ待って、あそのままだとちょっと何か言うことあります？ない。ない。何か言うことある人？ないです。ない。じゃあ前はあるだろ。え？おい。誰？誰？キモデスゲームおじさん。あ、キモデスゲーム支配人おい。そんな好き見えないや。自らの手下すタイプ。僕？珍しい。なんかお前みたいなタイプはなんか変な装置作って殺すタイプだろ、お前。あんまお前から自ら手あげんだろ。自ら赴いてたんだ、戦場に。そう、自ら戦場に赴いて。珍しい。珍しい。珍しい。高みの見物するの。モニター越しじゃないんだ。全然、全然現場に現れて転がしてましたよ。いろいろ考えてたんだが。マオペってこと？ワンオペデスゲームですか。ワンオペデスゲームか。寂しい。いろいろ考えてたんだけど、うん、はい、うまくいかないもんだね。デスゲーム。デスゲーム支配者。ちょっとなんか。本当にワンオペなのかこれ。会場っていつもどって押さえてるんですか。会場？ヤフーで検索すると出てくる。一番上に出てきたやつで、うん、やべだって。電話するじゃないですか、うん、名前はいつも何で電話予約してるんですか。名前は名前はね、ミサトランで取ってます。ひどい。なんかあった時に、ね、今のはちょっと違います。掃除はどうしてるの。終わった後の掃除。うん、全部自分でやってるよ。一番何が大変でした。片付けで一番大変だったの。一番大変なの、うん、やっぱおごられるんだよね、汚すと。借りてるから。箱どうやって人集めてるの。ツイッターで。ツイッターで。悲しいこの光景。この光景悲しい。本当にありそう。支配人がやな。本当にありそうな最後。あなた何をやってるんですか。最悪です。本当に何をしてるんですか、あなたは。最悪です。なんであそこで。なんであなたは自ら罪をかばったんですか、ナスピオのことを。謎すぎる。ちょっとあんなのだって切りたくなるじゃん。あんなのフリーキックみたいにな。そう蹴ったわけだ。あんなの気持ちいいじゃん。スパーって切ったらさ。絶対逃げれねえからな。あんな全然意味が分かんなかった。俺もベッドに入るんだった。ここだ。あ、私原子炉の下でキノコの黙々かかってたんですけど、その中から瀬戸さんの誰か助けてっていう声だけ聞こえて、気が晴れると竹尾さんが立ってる。許せねえなマジで。犯人の顔を見てます。ほう。あ、特徴はまず鼻と口。鼻じゃないな、これ。鼻みたいな口があります。鼻みたいな口。スナッパイさんか僕か。目は糸目でした。糸目。目は糸目。これじゃない。もう糸目はいないな、一人しか。まあ糸目っちゃ糸目ですね、僕。
20代から30代もしくは40代から50代です。広い広い。もう半社前から変わるやんけ。おい、俺は全然なさそう。何60じゃねえわ。弾けないそれな。確かに。ツッコミ遅そう。ツッコミが60代のもた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 ツッコミやった今。今日ちゃんともたもたしてる。あっさ、60じゃねえわ。今日ずっともたもた。多分だからね、メイビーね。服装に特徴はありませんでしたか？服装は汚かったです。洗濯しなさそう。じゃあ僕1年間ぐらいこの服着てるな、俺多分。服着てないな。おしおんさん、これ騙されそう、もしかして。僕じゃないよ、おしおんさん。あ、全然騙されそうじゃないよ。漬物はキュウリが好きそう。ダメだ。いや、それ絞れるね。キュウリは結構好きっすね。キュウリの上に塩昆布乗せるとこまで好き。ああ、いいよねー。いいねー。まずキュウリの時点で人権を発達してほしい。キュウリの時点でカッパだから。人ではない。嫌いすぎだろ、キュウリ。なキュウリも好きそう。肝飯食ってる。しめじが好き。ああ、そんな。マジ？あらあらあら。おいしい。なんか悲しい顔してるんだよな。終わり。ナイス。終わり。新速を超えてるやん。変な終わり方。騙されとるやん。ジジー。天上天月なく花火かな。どこしへと刹那の出会い。するまちはするまちはするまち。